このメイクを活用した高度なコミュニケーション術、ケバイシヒデこと池端秀幸とはどういう人ですかと、こういうことを投げかけるわけですね。そうするとコミュニケーションメイク、の創始者として美しさと人間関係の向上を目指す革新的なメソッドを世に広めています。彼の情熱と独創性により多くの人々が内面と外見の両面から自信を持ち、人間関係 がより良いものになっていますと。これは僕が言ってるんではないです。これ今までの活動を集約してくれたチャット GPT が言っていただいてます。だからちょっと自分で説明して自分で紹介するのもちょっとこっぱずかしいですが、何かのヒントになってもらえたらと思うんですね。で、僕自身もこの活動のやってる内容は一緒なんでピタッと合うんですね。で、言葉が違うだけなんです。出し方が違う、論理的に喋ってくれるわけですね。で、一番この特徴は何かというと革新的メソッドということで、コミュニケーションメイクというのは従来の化粧技術と心理学、脳タイプを組み合わせた独自のアプローチで、これは何をしているかというと、個々のお客様ですねの性格や脳タイプの特徴、それからライフスタイル、まあ、価値観もみんな違いますから、そういった人に合わせた最適なメイクアップで個性を生かしながら自己表現を助け、人間関係のさらなる向上を促しています。これ本講座を受けていただいた方はこの内容を分かってくれると思うんですが、メイクを習うだけではなく、その自己表現を学ぶ、それからその自己を表現することができると、人間関係のそのさらなる向上を、人間関係をね、良くする、そういうテクニック、スキルまで学ぶということでね、本講座はそういうことをしているわけですね。で、2番目要素としてはこんな要素がありますよということです。心理学の要素を取り入れています。これは僕も老健施設ずっと回ってきましたんで、認知症を予防になりかけている方なん、認知症の予防としてね、高年齢者の方々の、まあ、やっぱりこの検証をしたわけですね。やっぱりその心理的にものすごくやっぱ効果発揮するわけです。だから、メイクアップが自己表現や自己肯定感を高める効果っていうところに僕は目をつけて、これを発揮するようにね、ちゃんと考えてやっております。だから顧客は外見だけでなく内面からも自信に満ちた人間関係を築くことができるようになりますということで、これしっかりとチャット GPT が僕の一番大切なところをこう網羅してくれてるわけですね。で、次3つ目ですね。教育と研修。これはケバイシヒデはコミュニケーションメイクのスキルと、ここの精神というのも大事ですね。考え方ですね。スキル、技術だけではなく考え方を、精神を広めるため独自の教育プログラムを行っています。これは、どんなことかというと、日本全国でこの革新的なメイクアップ手法を実践する人材を育成していますと。これがですね、本講座、これがカリスマワビト本講座というのが、こういう、まあ、今まで20何年やってきたコミュニケーションを伝えていく最終的な講座になっています。はい。で、4番目、社会貢献もしてますよということで、ケバイシヒデはメイクアップを通じて社会に貢献することも目指していますと。美しさと自己肯定感を高めることでメンタルヘルスの向上にも寄与することが期待されていますと。このまあ美しくなるというのはね、やっぱりいつも言ってるんですけど、やっぱメンタルが鍛えられるんですね。で、美しさっていうのは積極的になるんですよね。で、美しさっていうのは心も磨かれていくんですよ。だから自分が美しくなるということは、周りにどん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 、幸せのオーラをね、波及させることができます。そういう意味で自己肯定感も高めることができる。だから人間の幸せって何かっていうと、自分の存在感とか自分の自己肯定感っていうね、エフィカシーっていう言葉ね、ちょっとこう、横文字で言いにくい、エフィカシーっていうのは何かっていうと、将来に向けても僕は、私は絶対大丈夫っていう確固たる自信ということがエフィカシーっていうんやけど、もともとその自己肯定感があるからそういうものが生まれていくわけです。その力を持っていることで、すごくね、何があってもね、なんか不安なことがあったり、いろいろ迷いがあっても、なんかこう生きていけるっていうかな、まあ、それがこう周りに影響を与えるということを言われてますんで、これをメイクの力でなんとかしようというのが僕の、コンセプトなんですね。まあ、ちょっと長々なりましたけど、コミュニケーション、メイクを活用したコミュニケーションメイクというのは何かというと、外見だけでなく、ここですね、内面からも自信を持ち、人間関係をより良いものにすることを目指しています。このメソッドを学び実践することで、美しさと自己表現を兼ね備えた人間関係、これを築くことができますよと。はい。それから、
コミュニケーションメイクは自分自身を理解し自己肯定感を高め、周囲とのコミュニケーションを円滑にするための手段として多くの人々に受け入れられています。人間の最大の悩み、はい、これはもうずっと歴史が言っています。ずっと変わってません。人間関係がまずありますね。人間関係の悩み、それからお金の悩み、ね、それから健康ですね、病気とかのその悩み、この大きな最大の人間の悩みっていうのはなかったらどうでしょう。すっごく幸せなんですよ、ハッピーですよね。この3つの悩み、実はですね、人間関係をうまくできるとお金というのも悩みが軽減されるわけです。病気って考えてみてください。ほとんどの病気の原因っていうのはストレスが原因になってるわけですね。だからまずストレスをなくすためには人間関係が良好であるということが僕はもう本当に思うんですね。誰と出会うかによっても違うし、それからお仕事されてる女性の方だったらやっぱり経済ですね、お金というものも必要になってきます。その時には集客っていうご縁っていうことが起こってきますよね。そのご縁を引き寄せるのも実は人間関係をうまくできる力、これをつまりコミュニケーション力って僕は考えてるんですね。だからコミュニケーションの力というのは顔のメイクを変えることによってそのコミュニケーションの言葉とか行動を変えるということをやってるんで、メイクだけを変えるという、まあ、そういう簡単なことではないんですね。だからその本講座の内容というのはぜひね、皆さんそのメイクアップを通じたコミュニケーション力を学んでるんですよということをね、最後にちょっとお伝えして、終わりたいなと思いました。もう一度お話をしておきます。人間の最大の悩みというのは人間関係から結構大きな原因が起こってますよと、人間関係によっていい人間関係を作っておくことによって幸せ度がアップするし、もちろん経済もそれから健康も、それに影響されてますよということですね。そういう部分を、まあ、最後にお伝えしてですね、終わりたいなと思います。